はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジークリスタルクロニクルリマスターの、プレイステーション4版ですね、やっていきたいと思います。さっきねちょっとやってたんですけど、なんだパソコンの容量がなくなってキャプチャーができなくなってしまったので、ちょっと最初からもう一回やります。オンラインプレイ中に表示するプレイヤーを決めてください。まあ、後から変更できますと。はい。で、名前はいつもの通り、ミカミックスでいきます。7文字入るんで、ちょうどですね。さあ、これから新たな冒険記を綴りましょう。冒険記の名前はクリスタルクロニクル。まずは故郷となる村の名前を決めてくださいと。まあ、最初はティパになってますけれども、まあ、ここはやっぱサガファンとしてね、ランニアチだ、楽園にしよう。楽園の村、まあ、今ちょうどね30周年記念なんで。まあ、割と最初の方はサクッといけると思います。最初のねボス戦のところでちょうどなくなったんだよね。旅立ちの朝、いよいよ旅立ちの朝がやってきた。軽く気を張って旅の始まりをわざと感じてみた。街道沿いに良い広場を見つけたので、今日のところはここにキャンプを張って、明日は日の出とともに雫を目指して進むつもりだ。冒険出発しよう。クリスタルの輝きを保つためにはミルラの雫が必要です。世界中を冒険して雫を集めましょうということで冒険に出ます。でキャラバンを作ろう。冒険に出るには馬車に乗せるキャラバンのメンバーが必要です。次の4種族から最大8人のメンバーを馬車に乗せることができますと。クラバット、まあ、人間っぽいやつですね。まあ魔法と攻撃両方できます、多分。でリルティ、これは完全脳筋タイプですね。で、ユーク、これが魔法タイプ。で、セルキ、これが何だろう、技っていう感じみたいですね。じゃあ、まずは人を作ります。で、まあ、人間でいきましょう。男。で、形は、無造作ヘア。で、ボイス。ファイヤー、ファイヤー、どれがいいんだろうね。4にしよう。さっき2にしたんだけど、ちょっとね悪役っぽい感じになっちゃったから。で親の職業は錬金術師がいいらしいです。でキャラクター名もミカミックスでいきます。はい、 OK。で最初のイベントでチュートリアル的なものがあるんですけど、その戦闘のやり方とか魔法の使い方とか、まあ、それはもうなんか一回やったんで、まあ、物語を進めていく上でおいおい説明していきましょう。クリスタルキャラバンとして旅立つお前を誇りに思う。母親は心配してます。ミルラの木のそばまで行けるなんて羨ましいです。興味津々。頑張れミカミックス。錬金術師の息子ミカミックスは父アリオン、母クリスティ、姉ミンティ、妹ポーリーに見送られ旅立っていきました。まあ、最初の世界観的なものはちょっとチュートリアルで見ておきますか。戦闘のやり方とかは飛ばしていきます。じゃあ馬車を動かして楽園の村から。この鎧かっこいいよね。お勤めご苦労である。
おや、村のキャラバンかね。新しく作ると聞いていたが、良い目をした若者だな。私はソウル・ラクト、城下町のキャラバンを仕切らせてもらっている。我々のキャラバンの歴史は古くてね。いやまあ、その話はまたいつかにしよう。スティルツキンさん、ちょっといいかね。村のキャラバンなんだ。待ってやってくれ。こちらはスティルツキンさん。彼はこう見えて数々の冒険をこなしてきたベテランでね。我々もたまに指南してもらうことがあるんだよ。俺はただの旅好きモーグリさ。旅していると何かと詳しくなってね。今は旅の途中だけど教えてあげようか。で、教えてくださいってなると、ところで君、一人で戦うつもりか？チュートリアルに入ります。それは大変クポ。よし、クリスタルケージは僕に任せるクポ。おお、それはいい。モグに手伝ってもらいなさい。では、場所を変えよう。そのまあクリスタルを運ぶと か、そこら辺がなんで必要なのかっていうのが最初の世界観説明でわかる感じですね。クポクポスティルキツンさん、これ名前が未だに覚えられないんだけど。で、攻撃とかこう普通にできます。ちょっとね、押してから振るまでにラグがある。で、連続攻撃は3回かなという感じです。まあ、話してみましょう。どうした？で、この世界についてこれだけ聞いておきましょう。クリスタルと正気、この世界は正気というものに覆われていてとても危険。正気に触れ続けると体が傷つき、やがて倒れてしまう。その正気からみんなを守ってくれるのがクリスタル。町や村にはクリスタルがあり、その力によって正気を退けている。クリスタルの輝きを保つためには年に一度ミルラの雫で清めなければならない。そのミルラの雫を求める旅がすなわち君たちクリスタルキャラバンの旅なのさ。そしてミルラの雫を貯めるのに使うのがクリスタルゲージ、縮めて言うとケージ。ケージはミルラの雫を運ぶだけでなく、キャラバンのみんなを正気から守る力がある。ふるさとのためミルラの雫を貯める旅は、各地のミルラの木を巡る旅、もちろんミルラの木にたどり着くまでには魔物と戦う必要がある。ミルラの雫を村に持ち帰るためにケージに雫を貯めていくんだけど、ミルラの木から一度に取れる雫はちょっとずつ。集めたミルラの雫がケージいっぱいになるまでミルラの木をいくつか回っていかなければいけない。一度雫を取ったミルラの木からは長い時で2年くらいの次の雫が取れないから、別の木を探して順序よく旅を進めていく。ステップ2、正気ストリームとホットスポット。世界はところどころで正気ストリームと呼ばれる強い流れによって遮られている。正気ストリームの流れを越えて次の土地へ進むには、正気ストリームの持つ属性とケージが持っている属性を合わせて正気ストリームを突き抜けないといけない。属性は4つ、火、土、水、風。火の属性のストリームを通るにはケージの属性を火にしないとダメ。今のケージの属性はケージの光の輪の色でわかる。ケージの属性を変えるにはどうするのか。あちこちにあるホットスポット、この台の上にケージを乗せると、ケージの属性がホットスポットと同じのに変わる。ケージの属性を通りたい正気ストリームの属性と合わせたら勇気を出してストリームに飛び込む。それから一度ミルラの雫を組んだ場所なら馬車で移動するだけで属性を選べるようになるという感じです。まあ、あの正気があるんで通常は、まあ、生きていけないと。でも、まあ、クリスタルに守られてその中でなら生活ができるんだけど、まあ、そのクリスタルをね清めるために年1回旅をしなきゃいけないというような感じになってます。どうした？じゃあ馬車に戻りましょう。そうか。で、日記も一応見ていきますか。村を出発してすぐのこと、街道を歩いていて突然声をかけられた。声の主はアルフィタリア城のキャラバン、リーダーをしているソウルラクトという人。噂になっているのか、こちらが出来たてのキャラバンだと知っていて、いろいろ親切にしてもらう。それからモーグリの
スティルツキンさんに戦いのコツを教えてもらった。いや、戦いのコツは教えてもらってないけどね。まあ、ここはいいや。で、友達とかいないから。ま、そのまんまじゃあ、右へ行きますか。リバーベル街道。ダンジョン攻略しよう。ダンジョンはシングルプレイ、マルチプレイ、どちらでも遊ぶことができます。入場前に決めてくださいと。一人で冒険、みんなと冒険。みんなとかいないからね。一応マルチプレイでね、4人参加できるんですよね。いつかはちょっと人を呼んでやりたいけど、別に友達がいるわけではないんで、基本一人でやってきます。この街道沿いの美しい川には子鬼が住んでいると誰かが言った。だけど子鬼を見た人は誰もいない。ゴブリンはいるけどね。その理由をある人はこう教えてくれた。子鬼を見かけたら最後、必ず奴らに食われてしまうからだと。でもそんな話は昔の話。人々は子鬼の住むこの街道を通らず、新しい街道を通るようになった。古い街道を通るのは今となっては私たちクリスタルキャラバンのみ。リバーベル街道。コマンドリストの準備をしてください。まあ OK。 ボーナス条件、ダメージを与える。さっきやった時と違うな。なんか宝箱をいっぱい開けろみたいな感じだったんだけど。でこれクリスタルケージで、まあ、置いてモーグリに持たせましょう。で自分は早く動けます。右遠回り、左近くない。意味がわからんけどね。これ右行けないんだよね。橋が上がってて、これは特に橋を下ろせなかったんだよな。じゃあ左から行きましょう。ゴブリン、これあんまりね、何も考えてないとね、すぐ死ぬから。ゼルダの伝説方式でハートがヒットポイントになります。でフェニックスの、あ、ただねハートはね勝手に回復していくんだよね、時間が経つと。でファイヤー拾って、で一応魔法もなんかどんどん拾えて、セットすれば魔法は使えるようになります。で魔法マジックパワーは特にいらないから、詠唱に時間がかかるけどね。フェニックスのファイヤーちょっとやってみようか。ここでペッてやって、痛い、ひどい、暗い、一撃強いな。ダメージがいくつ当たってるのかっていうのがねちょっとわかんないんだよね。数字で出るわけじゃないんで。ケアル、ケアル重要だから、ちょっとフェニックスの方をケアルにしておこう。フェニックスの方もあった方がいいかな。クソ、詠唱が遮られる。ゴリ押していくとねすぐね減るヒットポイントが。でこれポイってやって、ここが開いて、ただ左もうちょっと見ていこうか。こっち行ったっけ。あ、行ったね。で何にもなくて、宝箱はなるべく回収していきたいんで。でこれは虹色ぶどう。でここは開いてません。さっき開いた門の先へ行きましょう。でここでまずね倒す、先手必勝。でこれちょっと待って、拾ってレイズ。こいつがねデカゴブリンなんだけど普通に強い。ファイヤー
ほら、ほら、こうやってご普通にご利用してるとやられるからね。アーティファクトマンイーター、これもランダムかな、さっきとちょっと違うぽい。で、扉が開いたけど、ちょっとこっちに行こう。ただ丸を連打してるだけだとちょっと出ないから、少しタイミングよくでね、ほいほいほいみたいな。で、銅のベルトレシピ、今装備は多分結構しょぼいからね、一回帰りたい気もするんだよな。で、こいつ結構早くて厄介、なんかヒット&アウェイがいいかな。で、サンダー、今多分ここにファイヤーをやると燃えると。あっち俺も食らうのか、来い。オッケー、終わった。折り落ちてると体力は減っていく、どんどん。カネチェリーで、ケアルも別にマジックパワーとかの消費がないんで、で、こっち降りて宝箱取ってレイズ、で出た。こいつ強いんだよ普通に。一発ずつちょっと痛い痛いって、これで減っていくからね、ご利用してると。一撃ずつ離脱して振らせて倒す。で、これは銅、まあ、素材とか多分必要だよね。で、銅の兜と、そう、あんまり外に出すぎると正気でダメージ当たっちゃうんで、一回ケアで回復させて、これね、ちっこいやつはご利用そう。で、フェニックスの宝箱開けて、見習いの武器、見習いの武器ってだって今何装備してるっけ、なんか置いちゃったよ。あ、そうだ、持ってくれ。身軽な剣、旅立ちの服、お手製の盾だからね、そんなに強くはないでしょ。じゃあさっきの壊れてる橋のところから下へ行って先へ進んでいきましょう。内側はない。で、こいつもちょっとゴリオスで置いて、これ初歩化だよね、すぐ帰れるようになりました。で、一応壺持って壺持つんだけど、このファイヤーのね使い道がわからん。来い、さあ来い、こっちへ。ダメだ、全然ダメなんだけど。やばい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 、これ死ぬんだよ、だからすぐ死ぬからこれ。一回ケアル、間に合え、よし間に合った。あいつはリミットオブエリアか、いや来てんな、ひょうタイム。いや、どこ行った、石を投げてるときは割とチャンス。で、これはアーティファクト銀の腕は、で、こいつもちょっと一回ご了承、ちょっと待って、3体か、いや、あいつも石投げてんな、やべ、いって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 、ちょっと逃げよう、早い、はい、ケアル、魔法の方がいいかな、魔法はちょっとね、栄翔に時間かかるから、
その間にね攻撃をされてしまうと結構きついから、石を投げてる時にやる。でザコッチー敵はゴリ押して倒す。でブリザードブリザードでブリザードで、そう魔法はね合体ができるんだよね。ファイヤーとブリザードを合体させて、腕って合体させんだ、グラビデで、こうグラビデが打てるようになります。でこれさっきの向こう側だね。一応グラビデにしとこう。なんかグラビデが強いかって言われるとそうでもないんだけどね。でこれ複数でやるときはファイヤーのリングとブリザードのリングを重ねるとグラビデになるっていう。で右がモーグリのうちなんでちょっと行ってみましょう。でちょっとグラビデ解除して、で2人いると要は1人がファイヤー唱えてここにリングを合わせて、もう1人の人がブリザードを同じところにやると合体するっていう、そういうシステムです。で一応これも読んでいこう。モーグリのうち左はとっても危険、危険上等だからね。いや待て、危険上等って言ってもこの先ボスだった気がする。話す。キャラバンの人、ミルラの木はこっちじゃないよと。何もお構えができない、引っ越してきたばかりなので本当に何もできませんと。樽とかって壊せるのかな。壊せる感じではないか。で左がボスで、こっちがあ宝箱か。開けられ、開けた。銅の鎧、装備をちょっと整えたいんだけどね。これ帰ったらさ、なんか装備とか作れんのかな。まあいいや、初期状態でもまあなんとかはなるんで進んでいきましょう。こいつは結構強かったんだよね。この最初のボスの戦闘中になんかもうパソコンの容量がありません、それ気づかずに倒したところであれ取れてないじゃんっていうのに気づいた。2回くらい死んだかなボスで。そこそこね時間はかかると思う。ジャイアントクラブ矢とかめっちゃ刺さってるからね。でこれねダメージを与えていくとなんかこの甲羅みたいなのがどんどん剥がれていく。あと雑魚敵がちょいちょい出てくるんで鬱陶しいからなんでなら仕留めたい。ダメージを削ってれば、で基本的にはまあこれは結構狙い目。いて半分になったら回復したいよね。この泡に当たると動きが遅くなっちゃうんで回復タイミングもちょっと待ってね、時間を取る時じゃないときつい。で魔法はねそこまで有効ではないんだよね、まあ、攻撃も変わらないし、だったら攻撃した方が早いっていう速度って言って DPS 的に。モーグリは別に戦闘には参加してくれないんだよ。危ない、あのスタンプはちょっと怖いよね。いて、あのねカーマがだから速度が速くて強い。消えろ、ケアルの準備しよう。で少しこれ追尾する、少しだけね。あわわ、また戦うで少しゴリ押してでも行かないとね時間がかかるんだよね。まあ、基本
手にクリスマス一発ずつクールクールして、チャンスの時は連続で叩き込む。これとか3発の連続攻撃は、あー当たっちゃった。そう、遅くなるんだよこれ。ちょっと解除されるまで時間がかかるんで、で今あれがなくなったね、カマがなくなったね。あ、ジャンプしてくるわ。でこのバブル自体はずっと打ってくる。疲れたじゃないよこりゃ。判定がねよくわかんない、割と判定スカスカなんだよね。サンダーはね、なんか三日月を帯電しなくなっちゃってるんで、なかなか打ってこない。泡とスタンプが多いかな、携帯だと。これ今のも当たってないんだっていう。普通に魔法のサンダーをね打ってくる時があるんだけど、それも割と狙い目。でも攻撃力的な話をすると合金のリルティがいいんだろうね。でなんか完全にもうあれがなくなったんで痛い。これサンダーいって、食らった。ちょっと範囲が広いのか、サンダーラとかになるのだから。ケアとないよ。いやこれでも当たるか、やばい。危険だ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 、これで死ぬんだよ。回復、ケアっていくつ回復するんだろう。今のところ全回復するんだよね。ちょっと危なかった。サンダーはやっぱ少し離れよう。これちょっと離れる。サンダーか、これ当たらない。何なんだろうな、当たったことがない。でバブルもちょっと余裕を見て、あともう少し。あと2発くらい。サンダー来たね、多分溜められる。これ溜め攻撃があって、はい分かった。まあこんな感じです。でミルラの雫回収しましょう。これ多分1回クリアしたダンジョンももう1回いけるよね。ボスがいるかどうかはまた別だけど、ユーク族にすると魔法主体になるから、多分もう本当に離れて魔法唱えて離れて魔法唱えてなんだよね。でリルティが完全武闘派だから肉弾戦で、人間はまあ両方使える。どっちに特化してるわけでもない。でセルキーは多分技だから、なんかどういう戦い方なんだろう、ちょっとまた違うのかもね。で雫を回収しましたと。日記に書き留めた。日記を確認しますか、まあ、確認していきましょう。手紙を届けに来た。手紙が来た。そんじゃ配るっぽ。ローランからの手紙を受け取った。手紙一覧、我らの希望たち。ローランって誰。え、マジ誰これ。元気にしておるかね。辛いこともあるだろう、くじけそうなこともあるだろう。そんな時は思い出してほしい。キャラバンは
村の皆にとっての希望そのものだと旅の安全を祈っている。ありがとう。アイテムをつける、ギルをつける、何もつけない。仕送りする、いくらだろう。10円。これ1ギルのさ、あれか、価値が、あ、OK、9円までしかできない。じゃあ3円端数送る。3円もらって嬉しいのかどうかだよね。1円の価値がわからないからな。本当に3円とかだったらさ、ただの嫌がらせだけど。帰るポポ。ま、1ギル10円くらいの価値があるぞ、信じて。30円だからね。でもダメージを与える。これどうなの、ちょ、ね、めちゃ数字増えてるけど、149って何の数字これ。戦利品、攻撃力プラス1、魔法プラス1、防御プラス1、コマンドスロットが増える。これがいい。選択肢が増えるからね、コマンドスロットが増えるってことは。で、これ多分次に持ち越しができると思う。リバーベル街道、緑の美しい丘の間を縫うようにしてリバーベル街道を行くとベル川に出る。ベル川の水の流れはさらさらと穏やかで、張り詰めた木をいくらかほぐす。コウニたちを避けつつ先へ進むと、虹のかかる美しい滝のある広場に出た。こんなに綺麗な場所なのに、まさかここでジャイアントクラブと戦うことになるとは。あれ、ちょっと待って、10ページずつ出した。これで終わりということですね。じゃあ、まあそんなわけで、ちょっと待ってね、終わりにしようかと思ったけど、もうちょっと見てみたい。みんなと冒険とかやりたいよな。これは変わらないかな。これリバーベル街道でしょ。ちなみに下に行くと、あれ、イベントが起こった。黒騎士というものの噂は聞いているかね。こいつも若干黒騎士っぽいよね。何でも武の道を極めるため旅をしているそうだ。腕を磨くために旅に出るとは、今時なかなか見かけない大したやつだな。君もこの旅程で何か極める道を探してみてはどうかな。日記に書き留めた。確認しよう。一応武勇の噂、アルフィタリア城のキャラバンと会う。町でも噂になってるみたいだけど、ソウルさんから黒騎士の話を聞いた。夢中になって黒騎士のことを話すソウルさんはまるでただのファンのようだった。でも人の話も正気の壁に阻まれて、他の町や村まではなかなか届かないようなものなのに、世界的にその名を知られてるなんてすごいな。あと黒騎士がいいやつかどうかだよね。じゃあちょっと楽園の村に一回帰ろう。なんか新しい武器とか防具が欲しい。ヒットポイントとかってどうやって増えるんだ。レベルはなさそうだね。これはモーグリ。倉庫を使いたい。ああ、なんかそういうのがあるのか。多分素材とかを貯めておけるんだね。ここのうちの人はお出かけ中。お出かけ中。もしかしてまだ使えない？みんなお出かけ中じゃねえかよ。これは
縦札ではなかった。いや、みんなお出かけ中か、もうちょっと進めないとダメなのかな。じゃあいっか、帰るか。悲しいな、せっかく戻ってきたというのに。一応次のところにまた村っぽいのがあったから、そっちへ入ってみよう。こっち行くでしょ、でこっちへ行く、でこっちへ行く。村でもなんでもねえなこれ。港か、ちょっと行ってみる。でも正気があるから船とかって出せないんじゃないの。船ごとクリスタルで覆うのかな。かなり危険だよねそれは。あれ、なんかマジで普通に、どういうことこのまま港を目指せってこと。誰かいる。どうした。あれ、スティルツキンさん。あ、これあそこ最初のところか、指南があった。この先は何もない。これ一瞬でワールドマップに戻れないのかな。守るってなんだろうね。そういえばちょっとここだとできない。歩いて帰るのか。まあ、両方から出れますと。ワールドマップに出ます。当分はちょっとまだこの状態で進んでいかないといけないかな。というわけで、じゃあちょっと今回はここで終了して、次回また続きをやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。